僕イベントバイトっていうのをやってまして、イベントバイトっていうのは、音楽ライブの運営とかをやるんですけど、音楽ライブって基本1日かかるんで、お昼にお弁当とかが出るんですけど、あまりお金に余裕があるわけでもないので、できるだけこのお弁当をたくさん持って帰りたいと思った僕はですね、はじめメガネつけて、でイベントの T シャツ着て、作業してた格好で1個もらいに行って、でそれをカバンに入れて、でちょっと時間経った後にメガネを取って、で着てた私服の上着を着て、でもう1個もらいに行って、でそれをカバンに入れて、でもう1個いけるだろうと思って、僕は髪をこう上げてたんで、髪を下ろして、でメガネ取って、もう1回イベントの T シャツ着て、もう1個もらいに行って、計3個お弁当を持って帰ることに成功しました。意外とバレないんで、皆さんもぜひやってみてください。